スタートと 2B の2社に広がる明暗の差がすごすぎると話題に。 NHK 富士から締め出しのスタート社の存続がヤバすぎると話題に。こんにちは、スコープ芸能です。3月3日、 Amazon の動画配信サービスプライムビデオが公式 X 旧 Twitter を更新し、3月17日に約230の国と地域に世界同時生配信される Two Heroes To Be First Super Live のテレビ CM の映像を解禁しました。 Two Heroes は滝沢秀明氏が立ち上げたエンターテインメント会社 To Be の所属タレントが3月14から17日にかけて東京ドームで行うオールスターライブとなっています。 CM ムービーは全編通してモノクロ、映像は平野翔さんの瞳のアップから始まり、ナンバーアイの神宮寺勇太さんと岸優太さんをメインに 2B のタレントが集結していく内容になっています。平野さんの目の力といえば、旧ジャニーズのキング&プリンスに所属していた時代から高く評価されてきました。3月1日にはボシュロムのイメージキャラクターに再起用された平野さんは、やはり平野さんの目を強く強調した新しいキービジュアルを用意していて、翔くんの美しい瞳に吸い込まれそうです。目力強いなのに綺麗で瞳に吸い込まれそうと X が大盛況となっていました。今回の 2B の東京ドームライブ Two Heroes の CM にも、翔くんは無言でも瞳だけでもエースの輝きとスターの存在感、ゆっくり見たくてスロー再生にしちゃった翔くんの瞳最高ですといった平野さんの瞳に言及する声が多く寄せられているようです。圧倒的な訴求力を誇る平野さんの瞳、目標の世界進出もそのパワーで成し遂げられるのではないでしょうか。そんな中、プライムビデオ公式 X 旧 Twitter は 2B 初のライブ Two Heroes To Be First Super Live の生配信視聴ページがオープンしたことを告知しました。今回その視聴ページの URL が3月17日17時半はここに集合というメッセージとともに公開されています。ワクワクが高まる告知に、最高のステージを楽しみにしています、集合のお知らせありがとうございますなどといった喜びの声が続々と届いています。 2B 初のコンサートの注目の高さがうかがえますね。 2B の快進撃が続く中、一方で旧ジャニーズ事務所から新たに設立されたスタートエンターテインメントは窮地に立たされているようなのです。テレビ局からタレントが締め出される事態が相次いでおり、4月と5月に開催されるドームコンサートの発表に際してもファンから大ブーイングが巻き起こっています。3月2日、旧ジャニーズ事務所からマネジメント業務を引き継ぐ形でスタートエンターテインメントが4月より始動することが正式発表されました。同時に新たな伝説を新会社のスタートとするべく、 We are Let's Get the Party Start と題し、4月10日水曜日に東京ドーム、5月29日水曜日、30日木曜日に京セラドーム大阪で事務所の総力を挙げたドーム公演も開催されることになりました。事務所がようやく新たなスタートを切ることで、旧ジャニーズファンは歓喜していると思いきや、もう反発の声が上がっているようです。これまでに出演が発表されているのは、ニュース、スーパーエイト、カトゥーン、平成ジャンプ、キス、マイ・フット2、A、B、C、G、ウエスト、旧ジャニーズウエスト、キング&プリンス、ストーンズ、スノーマン、なにわ男子、トラビスジャパンの12組ですが、彼らとスタートエンターテインメントとの契約がどうなったかはうやむやなままですよね。それも旧ジャニーズ時代ならどこよりも早くファンクラブで通知するのが慣例でしたが、今回はメディアでの発表が先になった。それだけでもファンは憤りを感じているのに、ドームコンサートが1万5000円とこれまでにない金額の高さで週半ばの平日開催、さらに同行者も含めファンクラブ会員でなければ申し込めない、こうした不親切設定にも不満が噴出していますと話すのはスポーツ紙記者。また同コンサートのチケットは所属タレントのファンクラブからのみの申し込みになっていますが、
それを運営しているのは現状スマイルアップです。スマイルアップは故ジャニー喜多川氏による性加害問題にかかる補償業務を旧ジャニーズ事務所から引き継いでいます。そこからファンの個人情報などをスタートエンターテインメントがどのように引き継いでいくのか、タレントとの契約はどうなっていくのかなどのお知らせがないことに、本当に次の会社大丈夫って不信感募ってる。説明義務果たしてない。タレントとスタートとの契約や FC のスタート移管はチケット申し込み前にアナウンスがないのはおかしいんじゃないですか。特に FC 個人情報の取り扱いスタートから何もないよと不安視する声も X 上で溢れています。一方の 2B もドームライブを開催しますが、こちらはファンから多くの期待が寄せられています。 2B のドーム公演には平野さん、神宮寺勇太さん、岸優太さんからなるナンバーガイをはじめ、三宅健さん、北山博光さん、IMP といった旧ジャニーズ事務所を退所し合流した全所属メンバーが出演します。 2 Heroes 2B First Super Live と題し、東京ドームで3月14日から17日の週末にかけて4日間開催されます。最終日の公演は動画配信サービスのプライムビデオで全世界独占生配信されることも発表されていますね。特に旧事務所でキング&プリンスから脱退時、社会現象にもなった平野さんら3人はナンバーガイとして初めてファンの前でお披露されることになるので注目度抜群ですとスポーツ紙記者は話しています。ドーム公演自体は 2B の方が先に発表されており、スタートエンターテインメントがそれに触発されて急遽ドームコンサートを計画したために平日開催となったのではとの見方もできますね。旧ジャニーズファンの間では 2B と比較し、 2B のドーム公演は日曜アマプラで世界同時配信、スタート公演は土平日にうちはファンクラブ会員のみ現場で、週刊誌に情報を流す時点で信用なくしてるし、各メディアに発表よりも先に FC 会員に FC メールよこせよとも思った。で、蓋を開けばチケ代15,000円、ファンなめてんの。 2B の3月の 2B のドーム公演のチケット代を調べたら9,800円、手数料800円だそうです。悔しいけどそっちの方が良心的と戸惑う声も上がっています。またテレビ出演においても厳しい状況が続いています。昨年末の NHK 紅白歌合戦で全所属アーティストが排除されたことに続き、性加害問題への補償が進んでいないとして春の番組改編で8つのレギュラー番組が終了、 NHK から完全に締め出される形となりました。またフジテレビでも旧ジャニーズ番組4つが4月期改編に伴い終了するといいます。一方で 2B からは三宅さんや北山さんが民放バラエティ番組に出演したり、 IMP の音楽番組出演、旧ジャニーズではデビュー前だった大東律樹さんのドラマ出演など、独立後も問題なく露出が続いている状況です。旧ジャニーズを排斥した NHK にはナンバーガイが3月2日放送のベニュー101でテレビ初出演を果たし大きな話題となりました。さらにサントリーデジタルハリウッド大学は新 CM に平野さんを起用し話題を集めており、今後も 2B からは所属タレントのテレビ CM 出演が増えるでしょう。 2B とスタート社はどちらも主に若い層の女性をメインターゲットにした男性アイドルの事務所、ライバル関係の構図になりますが、今回の東京ドームライブには師弟対決の要素もあるようです。これまで聞こえてきた話や過去の実績からも、 2B の東京ドームライブ 2Heroes は社長である滝沢氏が深く演出に携わっていくことは間違いないでしょう。例えば昨年後半、 2B は外部から振付師を募っていたという話があります。大勢でダンスパフォーマンスをする場合、曲に振付を当てる振り入れをしますが、それが12月もしくは年明けから行えるように動いていたといいますねと芸能プロ関係者は話しています。対してスタート社のライブ演出を担当するとされる松本さんは、嵐だけでなく旧ジャニーズを代表する演出家ですが、
そのきっかけを作ったのは滝沢氏だったといいます。松本さんに限らず嵐のメンバーは滝沢氏と90年代のジャニーズジュニア黄金期を過ごしてきた間柄。滝沢氏はジュニアのまとめ役で当時から演出を担当することも多かったのですが、滝沢氏は25年前、松本さんが中学3年生の頃に自分は大阪の舞台があるからと彼にコンサートの演出を託したといいます。実際は滝沢氏が事前に各所に指示出しをしており、真の目的は自分に演出を任されたと自信をつけさせるためだったのだろうと松本さんは後に振り返っていました。師匠である滝沢氏の 2B が3月に先行して、松本さんが演出を手掛ける、スタート社が4月にライブをする東京ドームという大舞台での演出。松本さんも演出家としての成長ぶりを滝沢氏に見てほしい気持ちがあるのではないでしょうか。忖度も消滅し、 2B とスタート社は敵対関係ではなく好敵手として激しく競い合っていくはずです。滝沢氏はかつてジュニア時代に一番大変だった子として反抗期真っ盛りだった松本さんを挙げたこともありましたが、今や松本さんは立派な演出家になりました。滝沢氏も目をかけてきた松本さんが演出家として自分と肩を並べるような存在に成長したのは嬉しいはずです。今春の東京ドームライブにおける滝沢氏と松本さんの演出対決は両事務所にとって良い刺激になるのかもしれませんね。 2B とスタート社が行う今春の東京ドームライブ、どちらがすごい実力を見せてくれるのでしょうか。注目のコンサートになりそうです。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。